さあ、えー、っとですね、ヤコブが、あのー、波乱に向かってですね、出発したわけです。しかし、ヤコブはですね、必ず、今は、エソーはですね、ヤコブを憎んでるわけですね。しかし、ヤコブは必ずですね、エソーと和解すると。そこに真実の愛をですね、 ソそに示すという決意をですね、すでに固めているわけですね。やはりですね、その、平面的にですね、えー、愛し合っていないものが愛し合うということはですね、やはり自分を超えた、まあ、あこういうふうなユダヤ教であれば、神と出会うということがですね、 必要なんですね。神の立場に立つということですね。だからあ、しかし多くのそのキリスト教徒たちはですね、神と出会うということを非常にですね、疑う人々が多いんですね。いや、イエス・キリストだけだと。まあ、聖書だけだと。しかしですね、神と出会うことはできるんですね。 神と出会うことができる。その今までキリスト教の長い歴史の中で多くの、えー、人々はあまりにも神をですね、高いところに置いて人間は罪深いんだと。そして人間は自欲にうごめいてるというふうにして。だから神と人間との間にはですね、もう、もうすごい荒れ狂う濁流があって神と人間を あーの間を、何というか、妨げてきたわけですね。しかし実際においては神は非常に近い方です。非常に現実的でですね。そして近づきやすいお方なんですね。だから、我々は神と本当に住むことができるんです。あの、冷戦時代ですね。あ多くのカトリックとかそういうふうなあー東欧諸国の えー、神父さんですね。そういう方々は、えー、共産主義者によって地下、地下に閉じ込められたことがあるんですよね。もう孤独の、そういう暗黒の中ですよね。しかし、そ,そういう人たちは神と出会ってるんです。神がずっとそういう孤独の囚人である神父さんにですね、近づいて出会うと。 そういうふうなことがあるんですね。だから私たちはともすれば、あ日本ではもうなるべく、何て言うか、仲間外れにされたくないとかですね。高校なんかはもう服を、何て言うか、違った服をしたら嫌われるとかですね。で、一緒に食事するというのをですね、非常に気にして、 いますよね。孤独になるということを非常に恐れるって言いますかね。しかし、えー、一心教という、一心教ですね。その経験、体験をするためには、もう無理やりでも孤独の中に、えー、置くという体験が必要なんですね。このヤコブもですね、その砂漠、荒野の中で、あのー、 眠ったんですね。そして、えー、もう、どこに、誰もいない。もうそこに、や、野獣とか、また、そういうものを、恐れたでしょうね。しかし、えー、その石を取って枕として、枕ですね。石の枕。そして、ヤコブは眠ったんですね。するとですね、そこに、 なんて、これは有名な西洋でもずっと絵やいろんなもので描かれてきたヤコブのあの夢ですね。これはずっとこのなんていうかあの、はしごのようなものが天にまで届くはしごのようなものがずっとあのなんて夢の中に現れてですね。そのはしごを天使、神の使いたちが 行ったり来たりしていると。そうしてですね、その柱の、これは有名なあもので、いろんなあ人々が描いたんですけど、とにかくその柱ですね、夢の柱に、えー、のそばに神が立ってですね、私はあなたの祖,、えー、祖,祖父ですね、 おじいさんである。そのアブラハブの神なんだと。またあなたのお父さんであるイサクの神であると。だから今あなたがここに横たわっているけれども、この土地を私はあなたとあなたの子孫に与えると。そしてあなたの子孫はですね、その、この大地の砂のようにですね、えー、多くなって、東へ西へ え、また南へ北へとですね、えー、広がっていくと。そして、あなたによって多くの人々は祝福を受けると。そしてですね、見ようと。私はあなたと共にいると。あなたがどこへ行っても、私はあなたを守り必ずこの土地に連れて帰る。だから、えー、こういう約束を果たすまで、決して、 あなたを見放さないということをですね、神が語られたんですよね。そしてその場所は、以前はそこはルズと言われるところだったんですけど、ヤコブはですね、ここは神の家だと。そういうふうに言ってですね、ベテルというふうに彼はそこにですね、起きて、そしてそこに、あの、なんというか記念碑のようなものを建てたんですね。 そういうふうにして、あのー、ヤコブは、えー、の、そのベテルはですね、それ以降、イスラエル民族、ユダヤ人の聖地のようなところになっていく、いくわけですね。だから、あのー、一神教においてですね、これは、多神教、我々はいろいろですね、多神教はあ、なんていうか、恩和な人たちがいるんだと。 だから日本なんか多神教で多くの神を持ってる国は平和なんだというふうな考え方があるんですね。しかしそうではなくてあの一神教もですねしかし本当の神に出会うとですね本当の神に出会うとそこから本当に平和が来るんですね。だからこのヤコブだけじゃなくて このエリアっていう人がいるんで預言者がですね。これはユダヤ、ヘブル、このイスラエルにおける最大の預言者と言われる人ですね。その、あえー、これはあ北イスラエルというところがですね、これはああのアハブ王という、そういうふうな、えー、王様がいてですね。 そして、その一神教の神じゃなくて、偶像礼拝ですね。それをあ、例えば孔子を礼拝、孔子です。牛ですね。それを礼拝するとか、またこの奥さん、そのハーボーの奥さんというのは、フェニキア人、ユダヤ人じゃなくてフェニキアっていうのはまあ今、今のレバノン人ですね。それでイゼベルっていう人なんですよ。そして、 そのイゼベルはバールという、バール神というですね、またメルカルトとかいう、そういう異教のですね、神殿を、えー、作った奥さんがいるんですね。そこに影響されて、あの、アハブ王もですね、非常にその国は堕落していたと。腐敗していたと。そこで神は、この前、えー、あの、ヨナのところで言いましたね。 ヨナの場合も神に送られて、えー、アッシリアの都市、ミネベに行きましたよね。そして、あのー、みんなに諭すと。エリアもですね、何、えー、て言うか、あのー、この神からですね、この偶像礼拝、そういうふうな多神教の、えー、そういう,う預言者と対決するようにと言われる対決ですね。 どういうことをするかというと、あちらはですね、450人のバール神を、の預言者たちが集まってきて、それがカルメル、カルメル山って、カルメル山ですね、そこに集まってきて、エリアと対決するわけです。そして、この預言者たちの真ん中にですね、祭壇,祭壇の真ん中に、オスの牛ですね、大牛を捧げて、 そして、何らかの神、この神からの神、あちらの神はバール神です。バール。何かが起こるというふうな、示すわけですね。どちらの神が本当の神かと。バールの神は本当の神か。また、このイスラエルの、このエリアの神が本当の神かという対決ですね。そうすると、この、 バールの神預言者たちはですね、その王子の周りをもう踊り狂ってですね、もう本当に身を裂いて、どうかこの王子をなんとかしてほしいということを祈るわけです。450人が。ところが、何にも起こらないと。とで、エリアがですね、ちょっとあざ笑ってですね、どうだ、お前たちの神はそういう神かと。それで、エリアはですね、みんなの見ている前で、 また王子、大石を、祭壇に下げて、大石を刺す、くんですね。裂、えー、くっていうか、分別するわけです。そして、その大石の周りに、十二の、十二、これは意味のある数字で、石をですね、岩をみたいな石を、その周りにずっと囲っ,囲って、えー、置くと。そして、えー、エリアはずっと、このイスラエルの神に、 祈り始めるんですね。そうするとですね、その、何ていうか、あの、火が、火の、神の火がですね、ばーっと天から降りてきて、そしてその、えー、エリアの、さげた大人ですね、その周りをばーっと焼き尽くすわけです。で、みんなびっくりしてですね、その周りにいた不信仰な人々もみんな、 ああ、その、なんていうか、あの、讃えると言いますかね。そしてエリアは勝利して、この450人を滅ぼすわけです。の予言者たちを。そして、その後で、そう偉大な奇跡を起こしたイスラ、あの、エリアですね。ところがですね、このアハブ王は、その話をですね、この、イゼベル、奥さんに、 どうも奥さんになんか主観されてるような王様なんですけどですね。ところはこのイゼベルっていうのは非常に強力で、イゼベルとイゼベルの軍なんていうか、あそのあ役人たちがエリアを捕らまえてですね、そしてエリアを殺そうとするわけです。情けないことにですね、エリアはそんな奇跡を見ながら逃げるんですね。そしてまた砂漠を ヤコブみたいにずっと逃げていくと。一日二日とですね。そして、えー、その後、エリアは40日、40夜、ずーっとまた砂漠をあの歩いていくわけです。そして、40夜、着いたところがですね、ホレブの山、ホレブ山というところがあるんですね。そこでまた、そこにホラーナがあって、そこにこうもう、 座ってですね、もう絶望だと。どうか自分の命を取ってほしいというふうに祈るんですね。そして、その後、なんていうか有名な、これはもう、あユダヤ・キリスト教における有名な話が出てくるんです。それは、そのホラーナの前にですね、ずっとあの、強力な風ですね。もうハリケーンのような風が、 台風のようなもっと強い風がバーッと吹いてですね、もう岩を砕き。ところがその風の中に神はいないんですね。と、二番目に今度は地震がバーッとそのコラナノの周りを、に送る、あの、地震が、あや地震があなんて起こる。その中にも神はいない。そして三番目にですね、その火が、 わーっとまた火が起こるわけです。その洞穴の周りを。そ,っそうたらですね、その最後にですね、本当に静かなですね、囁く声が起こるわけ聞こえてくるわけです。それが神なんですね。ちょうどヤコブがあった神のような、そういう声が、もう本当に小さな声が囁くんですね。そして、 その声はですね、エリア、一体ここで何をしてやるのかと。ところらエリアはですね、いや、私はいろいろ予言的なことをしただ奇跡をですね、したと。しかしこうしているんだと。そしたら神はですね、あのー、何度もそういうことを尋ねながらですね、ダマスコっていうところに帰り行けと。そしてそこにはですね、そういう偶像礼拝に、えー、加担しない。 そのバールとか、そういう、うえー、偶像に、えー、頭を下げない7000人がいるからですね。彼らをもう一度呼び起こせと。また、ヨナヨナに言ったようにですね。こう言うわけですね。だから、あそこでエリアは立ち上がってですね。その、あ、ダマスコに行くと。そういうふうにして、あのー、 なんていうか、一神教の醍醐味ですね。その神と出会う。だから、皆さんもですね、そういう経験を、あーされたらいいと思うんですね。されないから、えー、まあ、おんな、寛容で、穏便な、あ多神教がいいと。海の神、山の神、何らの神、その方がいいと思っておられる人もおると思うんですけどね。 この世界の信仰者、人口の半数以上は一神教なんですよ。半数以上。まあ60%ぐらいは一神教を信じる人たちなんですね。だからこれから皆さんが国際的に世界に行くためにおいては、あの、一神教はどういうものかっていうことを理解する必要があると思うんですね。あの、 あイスラム教が一神教の、また一つですね。このイスラム教の、マホメット、創始者であるマホメットもですね、これはメッカからずっと離れた山があるんですね。ヒラーさんって、ヒラさんと山があって、そこで、そこでまだ彼もホラーなですね。そこでちょっと修行をすると。その時にですね、あの、天使の大天使、 ガブリエルというですね、えー、が現れるんですね。そして、そこで、そこからイスラム教が出発していくわけですね。だから、あの、あの、孤独ということは、あの、悪くないですね。例えば、あの、バード、提督というですね、これは、あんま宗教的には関係ないんだけど、 あの南極大陸に一人閉じ込められた人なんですよね。その探検、邸宅ですね。5ヶ月間、もうマイナス80度ぐらいのすごいところで、そして一人で、あの、なんていうか、あの、凍えるようなところで、そこから、だから捜索隊、救助隊が来るのには何ヶ月もかかるというところですよ。そこで、 そのストーブの一酸化炭素が充満してきて、何度もそっと押しながら、そこで耐えた、あの、バードっていう探検家がいるんですね。ところが彼もですね、最終的には、そういう孤独の中で、自分は孤独じゃないと、その宇宙を動かす、そういう神ですね、神。 そういう力って言いますかね。というものと出会ってるわけですね。だから、あ私たちがこれから、ああで私もこの,この前、えー、話しましたけど、アフリカでそういう経験もしました。そういうなんていうか、多神教から一神教に変わるような体験ですね。私もあれから、 日本の商社の人たちと、あそのなんていうか、日本の国の援助ですよ。私のお金、私とかその商社のものじゃなくて、日本の援助ですね、それに参加したことがあったんですけど、その、それ以降はですね、あの、今後の、今後で、あの農場のマネージャーしたんです、マネージャー。マネージャーして。 支配人ですね。そして、そういう現地の人たちと働いた。だからその時には、もうそういう現地の貧しい人たちだから、私は同じような食事をしないとですね、みんなついてこないわけです。だから、マラリアという病気もしました。そしてもう絶望的な時にですね、私も、こういうエリアとかヤコブのような、 ダイナミックな神との出会いではなかったけど、まあ、ささやかなですね、そういうふうな出会いをしたことがあるんですね。だから皆さんもこれからそういうものを別に信者になるとかそんなんじゃなくて、そういう一つのですね、一神教の醍醐味の体験をしていただきたいと思うんですね。